ブレゲー・デュポンエールフランスのブレゲー763プロヴァンス・ブレゲー・デュポンシリーズは1940年代から1950年代にかけてフランスのブレゲー社により生産された2階建てデッキの輸送機である。この機種は通常デュポンと呼ばれるがこれは正式名称ではない。ブレゲー社は第二次世界大戦が終わる前の1944年から 早くも2階建て旅客機のブレゲー761の設計を始め、試作機は1949年2月15日に初飛行を行った。761は、肩持ち式の主翼を巨大な胴体の中翼位置に廃止、主車輪が二重タイヤの引き込み式の首輪式、膠着装置を備え、後部胴体の高い位置に垂直尾翼と方向打を2枚持っていた。試作機は、 スネクマ社が製造した 1850HP を発生するグロームノーム 14R 製型エンジンを4機装備していた。試作機に続き 2020HP を発生するプラットホイット 2R-2800B31 製型エンジンを装備した全量産モデルの BR-761S が3機製造された。このモデルは中央の垂直尾翼を持っていた。 AL フランスは BR-761 に興味を示し1951年に BR-763 プロヴァンスという名称で12機を発注した。763はより強力なエンジンを装備し主翼が延長、強化され操縦席には3名の乗員が登場した。763は1951年7月20日に初飛行し、 1952年8月にエールフランスに就航した。エールフランス機には上部デッキに59名、下部デッキに48名の乗客が登場できたが、公席祭型では135名までが登場できた。エールフランスは1964年中に6機の BR-763 をフランス空軍へ移乗した。 フランス空軍は3機の全量産型の BR-761S と着脱式の貨物ドアを装備した、心臓の BR-765 サハラも4機、購入した。英国製エンジンを装備した派生系を製造することが計画されたが、実現しなかった。この計画では766型には、ブリストルハーキュリーズエンジンを767型には、英国製、 ターボプロップエンジンを装備することになっていた。1955年にフランス空軍が購入した3機の全量産型の BR-761S と AL フランスから購入した3機のサハラの飛行隊は空軍に太平洋の各実験試験場や兵員と機材を運ぶ有益な輸送力を提供した。サハラの飛行隊は1972年に退役した。AL フランスは 残りの6機の BR-763 をユニバーサルという名称の輸送機に改装し、これらは1972年まで使用された。フランス空軍のブレゲー765ブレゲー 761-1850HP を発生するグロームノーム 14R 製型エンジンを4機装備、した、試作機、1機のみ製造、ブレゲー 761S2、 100HP を発生する、プラットホイット 2R-2800B31C 型エンジンを装備した全量産モデル。3機製造、ブレゲー763プロヴァンスエールフランス向け量産モデル。12機製造、ブレゲー764対戦紹介機の提案モデル。試作機の761が完走される予定だったが、計画は放棄された。 ブレゲー765サハラフランス空軍向け輸送機モデル4機製造アルジェリアフランスイギリスブレゲーリューポンの3面図ありがとうございます